はい。皆様、こんにちは。海外向け店舗開発実務講座を始めます。この講座は、将来、日本で店舗をですね、多店舗化したり、チェーン化するということを考えている、リテールビジネスの関係者の方々を主な対象としています。そういった方々を対象に、出店という観点での日本の情報を発信していこうと考えています。どうぞよろしくお願いします。で、今日はまあ最初なんですけども、日本っていうのはどういう市場なのかっていうお話をしたいと思います。覚えておくべき4つの特徴というものがあります。これをお話したいと思います。で、これに関連させて、この講座の目的というものを改めてお話したいと思います。では、日本とはどのような市場か、この商業や出店という観点から見た時の特徴をお話したいと思います。大きく分けると4つあるんですけども、まずこのスライドでは2つお話しします。まず1つ目なんですけども、日本というのは市場規模が大きいです。後でお話しますけど、人口1億人超えてる国です。しかも同質的なんですね。それから2つ目、面積が約37.7万平方メートルの島国なんです。島国というのは、陸地で他の国と国境を接してないってことなんですけども、ある島の中に非常に多くの人口が、しかも同質的な人口が密集している、そういう国なんです、日本で。しかも2番、国土の 75% 以上が山地です。日本って言うと東京オリンピックありましたけど、東京がこうよくメディアでは出ると思うんですけども、東京というのは、実は国土の 25% の平地の中にあると。ここなんですね。非常に平地が少ない国です。これ東京ばかりですね、目にしてると分かりにくいところなんですけども、実は 75% 以上は山なんです。東京の中心から電車で1時間もこう移動するとですね、もう山の中に入っていくっていう、そういう国なんです、日本って。これが2つ特徴です。で、もう少し詳しく見ていきますと、1番ですが、少子高齢化が進んでいます。しかしながら人口は1億人を超えてる国です。人口1億を超えてる国っていくつあるんでしょうかっていうと、数少ないですね。非常に市場規模が大きい国なんです。で、しかも日本人のほぼ全員がですね、日本語を話せて読めます。同じ言葉が通じます。逆に言うと、海外の方から見るとですね、日本語が喋れないと、ほぼ何もできないというぐらい日本語が占めてる国です。で、しかもさっきお話したんですけど、そういった人たちが島国に住んでるんですね。陸地で他の国と国境を接してない島の中に1億人を超える人が住んでて、その人たちはほぼみんな同じ言葉を喋ってる、そういう国なんです。これって見方を変えると、商業出店の観点からするとですね、とても魅力的な条件が揃ってる国なんじゃないかなというふうに思うんです。で、しかも平地が少ないっていうことで、商業に適した場所ですね。商売をするのに向いている場所、ビジネスとして店舗を出店するのにふさわしい場所というのは、ごくごく一部に限られている、そういう国なんです。もともと狭い上に平らなところが少ないというわけですから、で、平らなところというものを全部商業に使うわけじゃありませんよね。住宅ですとか工場ですとか、公のサービスに使ったりとか、そう考えますと商業に適した場所って本当に限られているところなんです。で、しかも最近強く現れている傾向なんですけどもね、東京をはじめとする大都市ですとか、地域中心都市という大きな都市があります。大都市に人口が集中する傾向が強まっています。もう大都市、特に東京です。東京周辺に人口が集中しているという傾向がさらに強まっているんですね、最近。ですから、どういうことかと言いますと、もともとその商業に適した場所はごく一部に限られている、平地が少ないって言ったんですけども、少ないところにさらに人口が集中していると、そういうことが起こっているのが今の日本です。ですから、この情報を合わせるとこういうことが言えるんです。小売業とかサービス業が高い売り上げをですね、期待できる場所、あるいは出店すべき都市とか、その都市の中でどこに出店するべきかっていう立地というものは決まってるんだということなんです。平たく言うと、もうどこに出店すべきかっていうのはもう決まってるってことなんです。日本の市場の特徴の3番目4番目に行きたいと思います。3番目というのは、日本というのは外国のものを積極的に取り入れて吸収しようとします。これ歴史的にも、日本で使ってる文字ですとか言葉の多くのものって海外から入ってきているものが多いですね。地理的にもアジアの大陸の東の方にあって、しかもその大陸から離れた島国なんですね。ですから、こう大陸から多くのものを輸入すると言いますか、吸収をして文化が育ってきたっていう歴史をずっと続けてるもんですから、それは今でもやはり残っていて、海外のものというのを取り入れようとする気持ちは強い国だと思います。ですから、毎年こう新しいチェーンっていうのは多店舗化をしようとするんですね。本当に毎年のように1号店が、日本で1号店を開ける会社が日本の国内外問わずですけどもあります。しかしながら、うまくいかないケース、成長が頓挫してしまったりとか、最悪の場合は失敗をして日本市場から撤退すると
そういうケースがですね、最近目立ちます。で、これはですね、昨今のコロナだけが原因ではないように思うんです。詳しく見ていきたいと思うんですけども、3番なんですけどもね、外国のもの、海外のものって実は有利です。なんでかっていうとですね、海外のものって、まあ日本語で舶来品っていう言葉があったりもするんですけども、特別なイメージがつくんですね。持ってき方によっては。値段で言うとちょっと値段が高い、高級感があるとかね、ややこう特別な有利なイメージをつけることっていうのができやすいです。日本というのは。それからですね、新しいものを少なくとも1回は試みるという人が都市部を中心に多いですね。新しいお店ができたら、とりあえず1回は行ってみるという人が多いです。都市部、とりわけ東京ですけども、東京にこう店舗を開店して、その店舗の前にですね、こう新しいものを1回は使ってみようっていう人がどれだけ並ぶか集まるかというのは、その後こう日本の市場で成長できるかどうか、定着できるかどうかっていうことを占う意味で大きいポイントだと思います。しかしながら4番のようになるんです。毎年新しいチェーン店が多店舗化をしようとするんですけれども、うまくいかないことがこう続いていると。商業施設等にですね、チェーン店の店舗が出店してますけれども、まあ商業施設等の考え方も横並びであることが多いんですけれどもね、そういうことも手伝って、どこへ行っても同じようなテナントばっかりになってしまうと。大体どこ行っても同じようなテナントばかりに最終的になっちゃうんです。なんでかっていうと、新しいチェーン店が拡大をしようとするんですけれども、こうしたユニクロ、マクドナルド、スターバックスのようになろうとするんでしょうね。しかしながらそれがうまくいかないんです。ですから、どこへ行っても同じようなテナントばっかりになってしまって、その結果、現在はどういうことが言えるかっていうとですね、まあこれらに続く、なんか新しい選択肢というものが求められている。まあ大体どこ行っても同じで飽きちゃったと、なんか新しいものはないだろうか、というような気持ちがね、消費者の中にあるのではないか。というふうに捉えることができます。ですから、こういった4つの特徴をまとめてみると、どういうことが言えるかっていうと、日本という国は、市場は、商業的には魅力がある市場だということが言えます。まあ、平たく言うと商売をやりやすいと。同質的な人たちが、多くの人たちが、ある特定のところに集中して住んでるんですね。商売をするということを考えると、やりやすいですね。そういう意味で魅力的な市場だということができます。しかしながら、成長が途中で頓挫失敗するケースっていうのがあって、それを裏返すとですね、そういう市場で成長したり、市場に定着するためのセオリーといいますかね、あるいは定石というようなものっていうものも存在すると言っていいわけです。逆に言えば、こういうことができていないと、日本の市場で成長するのは難しいであるとか、こういうことをしてしまうと、日本の市場では成長が頓挫してしまうとか、最悪撤退も考えなければいけなくなるというような情報もあります。こういったものをですね、まだこれから日本に参入しようとしている、参入を計画されている企業の方々、関係者の方々に、お届けしたいと思いまして、また新しい動画も作成してまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。